朝は、久しぶり。何日ぶりや。7時になりました。7時になりました。雨降る雨が降るほど久しぶりなのかね。そんな今日は、そう、なぜ配信をしているのかと言いますと、今日はねフェスに出演するんですけども、フェスはまあ夜からなんですけど、今日は美容院に行くので、朝美容院に行くんですけど、その朝の時間までに二度寝しないように配信をつけましたそうなんです、ね、二度寝してしまうと思って、そうなんです。今日はそのためにやっております。二度寝対策。そう、おはよう。新幹線行ってから東京、あ、新幹線行ってから東京じゃない何、美容院行ってから東京。そう、美容院ってそんな朝早く帰ってる。さすがに7時8時はやってないと思うけど、9時ぐらいとかにはやってるとこいいんじゃない。そうなんですよ。なんかいつもね、月に1回は美容院に行くんですよ。メンテナンスっていうかトリートメントをしに、なんですけど、本当は昨日行こうと思ってたんですけど、昨日は15分単位で空いてなくて、今日の朝しか空いてなかったので、朝弱いんですけど、泣く泣く朝に予約しました。朝早いから困っちゃうね。寒いしね寒いし眠いし困っちゃいますねおはよう、おはよう。まあでも結構ゲリラで配信しているけど、すごいね、見てくださってる方がいるっていうのはすごいですね。はじめまして、おはようございます。はじめまして、こんな時間から出会うなんて。寒いのでね、ちょっと毛布もかけよう。毛布かけてココア飲んで、ココアね、今日は暖房つけて万全に。万全です。美容院行くのにさ、私朝風呂派なんでさ、さっきお風呂入ってきてさ、でこれからまた美容院行って髪洗われてさ、何やってんだろうって思いましたよね一体何やってるんだろう私はみたいな。でももう朝のお風呂が習慣になってるんで、たとえね、あとな、もうちょっとしたらまた髪洗うとしても行ってしまうんですよ。山が買った、お、山がありがとう。そうなんです、昨日発売したんですけど、ヤングマガジン、昨日のもう12時ぐらいかな、夜の12時ぐらいにはもう電子で出てたんですけど、見てくださった皆さんありがとうございます。山が買ったよ、ありがとう。なんか髪の毛が長いのか、そう、沖縄で撮影したんですよ。今日オフショット載せようって思ったんだけど、
朝ツイートしようかなって思ったんですけど、オフショットなんか朝すぎって思ってちょっとやめちゃった。7時に本当はしようかなって思ったんだけど、だからもうちょっとしたらツイートしようかな。うん、昨日本当はしようと思ってたんだけど、ちょっと昨日割と忙しくて。そうなんですよ。おはよう、おはよう。みんなおはようついた。ここら辺それな、本当に起きてんかねみんな。絶対予約しとる人おるやろ。私は信じないよ、みんなの朝のテンションの低さを見てたらみんな夜型だと思うね。STU は絶対夜型よ。ツイートして後でツイートしようかな。みんなはもうバッチリ起きましたか？バタバタ準備中かな。全然えんやでコメントしなくても、あの作業用ぐらいに聞いてもらって、歯磨きとかしてても大丈夫よ。うん、通勤中早いね。7時通勤はなかなか早い。頑張って。私今日昼から仕事、片言になった。私今日昼から仕事、朝は何もない。プライベート、プライベート空間。むきちゃんも頑張って、ありがとう。今日は、ダイバーシティ東京で、ジャパンアイドルフェスティバルサポーテッドバイマネキネコというフェスに STU48 が出演させていただきます。なんと16人、いつもだったら結構少数で6人ぐらいとかのフェスなんですけど、今日はちょっと大勢の16人で出演させていただきます。見に来る人いるかな。はーい、お、やった、お待ちしております。うん、見に行きたいです。来てほしい。来てほしいな。昨日レッスンしてきました。なんかこうレッスンしてて思ったんだけど、なんかなんだこのメンツって思って、すごい謎メンというか、こうあんまりない16人だったから結構珍しいかも。どういうメンツ、なんかごちゃごちゃ。個人的に推しポイントは、まあ、研究生が全員いるっていう、あの実力者がいるのと、ダブルさやかがいるので、あの美女がすごくいい。とてもいい。あとリネウツミがいるのと、すごいあのなんだろう、テンションも高い。とても面白そうなメンバーです今日は。あと仲良しの美月さんもいるのでね、楽しみです。朝早いですぬ、朝早いですぬ。紫振ってるか見つけてね。 OK。
配信ないの。配信なんか書いてないよね。あるのかな。あったらまた告知しますね。確かに大きいフェスだから配信ありそうな感じするけど、なんかちょっと調べたけどちょっとよく分かんなくて、また後で、また後でちょっと東京アイドルなんだっけ、イベント名、イベント名は、イベント名も全部覚えてるよ。ね、ジャパンアイドルフェスティバルサポートドバイ招き猫です。てかまだ準備してないんだよね。一泊するんだけどさ、次の日も仕事やからまだ準備してなくて、うん、まあでも一泊だったらすぐ終わるか。あ、パッキング当日やりがち。おはよう。おはー、準備大丈夫。準備はね、うん、一泊だったらもうなんかね、家にもうなんだろう、遠征キットみたいなのをもう用意してるんですよ。お風呂の、お風呂遠征キットみたいな、こうなんか家に普通に普段使いしてるやつとは別のなんだろう、スキンケアセットみたいな、シャンプー、リースみたいな、あれをもうリュックにドンって入れたら済むので多分大丈夫STA は宿泊のプロ、うん、宿泊のプロ、もう私はどれだけ荷物を減らせるかにかかってる。ミカニャンたちも出る。あ、ね、今日、今日っていうか昨日か、なんかフェス一緒だねっていう話になって、会えたら会おうってなったけど、会えるもんなのかちょっとわかんない。時間とかによるのかな、どうなんだろう、どうなんだろうな。まあちょっとそこらへんはその時のお楽しみということで。出勤前にオキポ見れるの珍しい。そう、今日は珍しいタイプの日。この後美容院行くからね、服着替えないとなジャージ、今ジャージですね。朝だからちょっと顔がむくんでる気がする。気休めにマッサージしとこう。超気休め。ゴリゴリ。意味ないかも。おはよう。みんなが続々と起きてきた気がする。全く眠そうな感じしてなくてすっきりしてる。まあ、お風呂は一応入ったんですよ、朝お風呂だからかな。寒いのかな東京って。それによって私のなんだろう、防寒度が変わるんだけど。寒そう、めっちゃ寒い。マジか。無理かも寒いの無理かも。なんかね、プレゼントでね、なんかちょっと前になんかどんだけでかいっていうぐらい大きいアウターをもらったんですよ。でまだ一回も着たことないんですけど、なんかね一回家で着てみたんですよ、そのアウターを。したらなんかこれ
見たことあるなと思って、初めて着るけど見たことあるなと思ったら、めっちゃなんだろう、ロケとかで着るなんか防寒着にめっちゃ似てて、ちょっと見てほしい。私もうモコモコすぎてちょっと着てこようかな。多分リュックとかも背負えないぐらいモコモコなんですよ。ちょっと待ってよ、私の防寒着ちょっと待ってくださいね。これなんですけどね、これ一つでなんかもうなんて言うんだろう、プレゼントボックスを一箱圧迫してたんですよ。ちょっとマジでサッカー選手みたいになるから見てほしい。これ多分さ北海道ぐらいじゃないと着れない気がする。もうすごいの、なんか外ロケ、見てくださいね。もうね、寝巻きというか、すごいね。いけるか、下が見えない。見てこれすごくない？すごくないですか？着ぐるみ、めっちゃロケに行く時の格好になる。うわぁ、空気が、これ北海道とかで行きたいんだけど。まだあるかも。やばい、ゴムが取れた。そうなんです、みんなありがとう、なんか防寒着送ってくれて。おかげでどれだけ寒くても乗り切れそうです。これはいいね。よいしょ、寝袋。STM はこういうモコモコ使ってるんで、ちょっとなんか親近感湧きます。おはよう、おはよう。もう20分か、どうしようかな。一回ツイートしようか迷うんだよね。ちょっといい具合だから、ちょっとだけツイートしてくる。バイチャラポー。よし、してきました。どうですか？早くない？もうちょっと用意してた。下書き保存にしてました。皆さんぜひ投稿したんでいいねしてください。よろしく。めっちゃ夏じゃない？山がオフショットもしてます。ちょっと今日かな明日ぐらいにはファンクラブの方にもオフショット載せようかなと思うんだけど、沖縄でロケしたのでめちゃくちゃもう夏って感じの。
夏です。リポストいいねよろしくお願いします。沖縄楽しかった、楽しかったよ。ももちゃんとあかりんさんと3人でなんか最後帰る前に温泉行って、沖縄の空港の近くにある、でもなんかなんだろう、メイクも全部落として髪の毛も全部洗って温泉行って飛行機乗るのがもうめちゃくちゃ楽でよかったその思い出がめっちゃあります、うん、3人でサウナ入ったり、うん、ももちゃんかわいい、ももちゃんかわいいが、うちのお母さんがなんかももちゃんかわいいって言って LINE 送ってきました。お父さんとお母さんが山がゲットしてくれててちょっと嬉しかったけど恥ずかしいですねふふ。岡山は当日にゲットできてましたね、15日に。なんかちょっと遅い地域もあるかなって思ったんですけど、表紙ね、やっぱりヤンマガウェブ1年ぐらい結構長めの長期企画だったけど、皆さんが投票してくださったおかげで、しかもすごいんですよ、私すごいんですよ、私っていうか私のファンの方がすごいんですけど、有料版と無料版どっちもランクインしたんですよ。それで表紙の方に選ばれたんですけど、皆さんありがとうございます。すごい。私自分のファンの人たちのそういうところめっちゃすごいなって思います。決めれるべきところで決めてくださる人が多い。ナイスナイス。推しメンは結構決めれるときに決めれないタイプだけどなぜかファンは真逆なんでなんだろう、なんでそんないやでもすごい本当にありがたいなと思いながらね、本当にね楽しかったんですよ。今のポーズ好き、何これ、グググググググ。卒業したら STU の推しメンは誰ですか。でもなんかこれからもし4期5期とかこういっぱい入ってきたら本当に皆さんと同じ目線でファンになると思うから、ちょっと推しかぶりとかあるかもしれないですね。ちょ今のね既存のメンバーはねもうなんか推し面っていうかもうなんだろう、仲間感がちょっとすごいので、うん、あんまりザみたいな感じではないんですけど、うん、そうなんです。一緒にカメコしよう。カメラなカメラね絶対上手に撮れる気しないわ。おきちゃん同担は大丈夫な人ですか。大丈夫大丈夫です、うん、あんまりなんだろう同じ
なんていうんだろう、同族嫌悪みたいなのが湧かないタイプ。いや、わかんない、距離感が近かったらそうなるのかな。特典会とか行き始めたらそうなっちゃうのかもしれないけど、今までそんななんか激近で押したことないんで、近い距離感のもう画面越しでしか押したことないからちょっとわかんないですね。ガチ恋ならそうはいかん、いかないのかな。チャック上まで上げてください。あ、すいませんごめんなさい、チャックね、すいませんすいません、ちょっと待ってください。あんまり指立てるタイプじゃないんで、はい、チャック上まで開けました。ちょっとこれ首が見えないとやっぱ顔が大きく映っちゃうんで、やっぱり開けてもいいですかね。すいません、ちょっと開けさせていただきます、失礼します、ごめんなさい、首が詰まっちゃうとここがすっきりしてないんで、顔が大きく見えちゃうんです、すいません。すいません、東京に来るのですか。今日は東京行きますよ。なんか東京最近寒いって聞いてるんで、めっちゃちょっと怖い。広島結構ね、なんか最近あったかかったんで、ちょっと寒いのに慣れてなくて、東京は今日氷点下、やばい寒いそう。私寒いと本当にジンマシンがすごくて、なんかどこにも載せれない、私の毎日のジンマシンフォルダっていうやつがあるんですけど、写真のフォルダに時間ごとにフォルダ分けしてるんですけど、10分とか1時間外にいたバージョンとか、最近はねなんか肌が弱くてなんか5分ぐらいしたらもうジンマシンが出てくるんで、ちょっと怖いな。でも最近はもうマフラーしてるんで、首とか出ないんですよ。でマスク、寒い時はマスクしてるんで、このマスクの間、もう耳とかも帽子とかかぶってるんで、ここがもうブツブツ。だからもうフェイスマスクかぶるしかないのかも。あと出やすいの手の甲、ここと指の甲と膝の裏、膝、足首、太ももの付け根がよく出ます。腕もなんか鱗みたいになる。もう本当に早くあったかくなんないかな。逆に暑いとジンマシンで、逆やね、逆だな。私は寒いと出るので、早く夏にならないかなって思ってます。今日の東京豪雨、強風、マジか。まだね、何着ていこうかなとかも考えてない。でもまあちょっと皆さんのコメントだとめちゃくちゃ関東は寒いみたいなので、今日はあったかくしていきたいと思います。広島と一度ぐらいしか差はない。あ、そうなんだ。広島でもね、そんなに寒くないんだよね最近。
何の違いだろう、風かな、風があるないとかなのかな。ちょっと待ってね。よいしょ。何時まで配信しようかなって思ってるんだけども、今7時半か、まあ8時ぐらいかな。本当はまだまだ、今日なんで、まあ再度言うとなんで配信してるかっていうと、今日は朝美容院に行くので、美容院に行くまでの時間二度寝しないように配信してるんですけど、8時に終わってから寝ないようにしないとな。ちょっとでも時間空いたらさ、寝転んじゃうから気をつけよう。パッキングでもしようかな。明日も朝配信お待ちしてます。明日ちょっと、明日は仕事が早いんでちょっと無理ですね。5時とかに配信してもいいならするけど、皆さん絶対見れんでしょ5時は。5時起きします。やめた方がいいよ。寝た方がいい。寝な。私が多分起きれません。毎日5時起きやん。5時は起きられないです。いや、それが普通なんですよ。そのコメントが普通なんですよ多分ね。STU のファンの人はね、もう配信中毒、 STU のメンバーも配信中毒だけどね、 STU のファンの人も配信視聴中毒だから、もう朝5時がでもね疑問を持たないんですよ。でもね疑問を持ってください。朝5時は早い。そして私がやってる朝7時もなかなか早い、なかなか早い気がする。でもね、なんか VTuber とかめっちゃ配信してる人いるんよね。なんか普通にもう5時間6時間とかやってる人いるから、なんか配信って長くてもいいんだみたいな。最近ちょっと、まあ職業が違うか、アイドルと VTuber だったら、 VTuber とかは配信がもう仕事なんかね。そうか、2時間ベースでお願いします。2時間ね、なんか話題があればしたいね。ふわっちも早くからやってる。ふわっち懐かしいね。おはよう。まあ今日はちょっと久しぶりの朝の配信でございます。長時間寄り添いたい。寄り添ってくれるんですか、ありがとうございます。そりゃ嬉しいね。今日は仕事ですか、今日はフェスに出演します。
関東っていうか東京で。次以来の朝配信ちょっと覚えてないんですよね。覚えてないぐらいにはやってないのかも。まあでも久しぶりかも。フェス頑張って頑張るよん。カラスの声、カラスの声聞こえる？結構遠くの方で鳴ってるけど、こうやって今話しててこの後美容院行って東京行く来るってすごい。まあ確かに今日は夜から、夜夕方ぐらいか仕事って考えたら、うん、ほとんど移動時間だな。カラス鳴いてる。カラスね、鳴いてるけど結構遠くの方で鳴いてるからよく聞こえるね。この iPhone が結構音拾いやすいのかな。朝はカラスが鳴きがち。寒いからあったかくしてきてね。ありがとう。レアな配信に参加できて嬉しい。レア、まあレアっちゃレアか。ちょっとね、今日別に本当に何かあるってわけでもないからあんまり期待せんとって、うん、期待しないでください。お腹空いてきたね。朝ごはんはまだなんですよ。はあ、発作出てくる。あーにゃ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 ー、困った困った。仕事行ってくる。頑張れ。ファイト。今年初カフェ、まだ今年初カフェもうかましてきたぜ。もうかましてきたぜ。ため息、ため息ついちゃった。幸せが逃げちゃうな。吸い込んどこ。吸い込んどこ。吸う。おはよう、おはよう。今日マイキューいる。今日マイキューいないですね。今日は結構バラバラのメンバーでフェスに出ます。仕事してくる。そうだよね、もう皆さんそんな時間だよね。7時40分ぐらい。昨日マイキューがオキちゃんから借りたワンピース着てた。あ、そう、なんか私服で撮影みたいな言ってて、服がないって言うから貸した。そっか、配信してたのか昨日ね。そう、貸しました。あきちゃんスタバ行きます。スタバね、誕生日にねめちゃくちゃギフトもらったんですよ。それがめっちゃあるのでちょ
ちょっと行きたいと思います。もうなんか 10枚セットみたいなやつもらって、めちゃくちゃあるので、スタバ行ってきたいと思います。スタバのおすすめなんですか？スタバは私はあんまり季節のやつとかはそんな頼まないんですけど、だいたいブラックティーにミルク追加した普通の安めのやつ飲んでますなんだかんだそれが一番美味しかったりする。スタバどんな名前使ってるの？名前？最近っていうかスタバ名前書いてもらってないですね。なんか言ってないかも。最近はなんかお店の中で飲むことが多くて、中で飲んだらコップで来るんで、あんま名前書いてもらったりしてないですね。山賀ゲット、およかった。コーヒーじゃなくてティー、うん、コーヒーね苦手なんですよ。カフェラテとかだったらいいんだけど、なんで紅茶ですね。飲むとしたら紅茶かな。山賀すごい、ありがとう。みんなゲットしたら感想つぶやいてください。今飲んでるの紅茶、今は、ココアです。2冊だけ出ちた。おっと、赤ん坊かな赤ちゃんかな。赤ちゃんがヤンマが買うのはワイルドだね。さやかりんはいつもゆずシトラスティー飲んでるらしい。ゆずシトラスティー飲むメンバー多いよね。私はちょっとゆずもシトラスも苦手かも多いよね。でも確かにスタバで考えうるなんか唯一の酸っぱい系というかさっぱり系ドリンクな気がする。私は苦手。シトラス、シトラスって何なんやろうね。ハーブ的な何かなのかな。あんまりよく分かってない。柑橘系ってことなのかな。シトラス。話さないで決めたから。これは歌の方のシトラス。アールグレイも苦手。アールグレイ大好きアールグレイ大好き。ティーは好き。シトラスは柑橘類、あ、柑橘類か。苦手かもな。でもね、なんか唯一こうシトラスというものがつく名前で飲めるドリンクがあって、あのセブンイレブン限定なのかな、あのなんか時計のさパッケージの商品知ってます？なんかこう飲み物とかお菓子とか
パンとかかな、結構いろんな展開されてるんですけど、なんかこの時間にこれを買うみたいな、あのグレーの、そうそうグレーのやつ、あれ なんて名前なのかちょっと分かんないけど、多分セブンイレブン限定なのかな、分かる？なんかそれのドリンクのやつになんかね、多分3時ぐらいなんよ3時か11時か忘れたけど、そんなに朝じゃなかった気がする、になんかシトラスティーみたいなのがあって、炭酸の、それが結構美味しくて一時期ハマってた。そういうコンセプトなの今知った。えってことだと思ってた。だってあの時計の時間違うんよ、ものによってだから多分そうな気がする。うん、おはよう、おはようさん。もうそろそろしたら終わりたいと思います。セブンイレブンのスムージーマシーン使ったことある？ないですね。私はスムージーが飲めないので。うん、メンバーはよく飲んでますけど、私はスムージーってもあの野菜と果物しか入ってないんでそうですね、飲めないですね。好き嫌い多くて可愛い、可愛いは言われたことないな。注意されることはよくあるけど。うん、その髪型好き。髪は今日はちょっとお風呂上がりなんですよ。だからもう前髪だけはアイロンしたんですけど、ちょっとボサボサでくくっちゃえばなんとかなるかなって思ってくくっちゃいました。でもこれ多分ほどいたらすごい型がついてると思うんで、出かける前にアイロンしたいと思います。多分すごいポンってなる気がする。朝シャンしてきたのね。そうですよ、私はもうここ1年ぐらい朝にお風呂入る習慣になってますからね。もう夜にお風呂入ったの多分本当に数回な気がする美容院行くけど朝なの。もう朝に入るって決まってるんですよ、ルーティーン。でもねこれ寝坊したら本当に大変だから、10分とかで入らないといけないから、寝坊したら入るなんて話なんだけどまず でもね、ちょっといいドライヤーをね買ったのでね、去年だいぶねお風呂上がりの時間がめっちゃ短縮されたんですよ。もう髪がすぐ乾く、もう6分ぐらいで私の長さだったら乾きます。嬉しい。リファ、リファじゃない、リファ迷って買わなかったけど、美容室のドライヤーがリファだから今日リファ浴びてくる、浴びてくるって言ったらだけど、うん、朝早くから配信って珍しいね。ねえ、もう今後ないかもしれないぐらいの珍しいあれです。朝だとねなんかやっぱテンションが浅しいようになってしまうというか、
ちょっとローだからあんまりしたくないんだけど、まあ今日はちょっとそうも言ってられない事情がありましてね。なのでちょっと皆さんには申し訳ないんですけど、ちょっとローでこう行かせてもらってます。まあ別に夜がこうとかじゃないんだけど、朝仕様テンション起きちゃん、めっちゃ可愛かった。朝ね、逆にハイテンションになる時もあるから、ライブ頑張って、頑張ります、ありがとう。配信通知あったね、飛び起きた。本当ですか。今夜は配信しますか。いやちょっと分かんないんですけど、まあするかもしれません、しないかもしれません。ただ多分泊まりでメンバーと一緒の部屋になるのかなって思うんで、そのメンバーが配信してたらするかもしれません。してなかったら寝るかもしれません。ちょっとその時によります。かもしれない。今日の同室はみちかな。え、誰だろう。だいたいこういう時みちさんなること多いけど、誰だろう、うん、ココアさんかなって思ったけど、ココアさんいないしな。2期だったらサーヤンあるかなって思ったけど、でも2期がいっぱいいるならサーヤはないかなって思ったり。誰だ、みちさんかな多分。先輩同期全員コンプリートしてる。いや、え、いやしてない。1期生してんのかな、コンプリート。いやしてるような気もするな、今いるメンバーだったら。2期はね、したことない人多いかも。1期生は多分してる？して、いや、うん？ちょっとわかんない。あやぱんは、あやぱんはないですね。なったことないかな。千代さん、千代さんはありますね。私もありちゃんさんとか葵さんとかもこうあるんで、ほぼほぼコンプリートしてる気がするんだけど、まあ、でも一回一回覚えてるわけじゃないからな。ちょっと利己地はないですね。2期生は多分あんまないですね。そうね、大体もう決まってるんで、組み合わせみたいなのは。仕事が次の日のスケジュールが一緒のメンバーとかってなってるから、あんま仕事が一緒にならない人はないかな。パセリあったかな。なんか一緒にいるけどあんまない気がするな。私がよくなるのは、まあ、マイキュー、ココアさん、ミチュさんのですね。で2期だとサーヤンかな。そこら辺ですかね、多いのは。
結構前はひなさんも多かったんですけど、最近はあんまり。ひなさんはもう岩石で。パセリあった、パセリあった、あ、ありました忘れてた。ココアさん、ココアさんはね騒がしいですよ。 K-POP にハマってて、ココアさんがなんかニュージーンズが踊れるってすごい自慢してきたんですよ。でベッドの上でニュージーンズを踊るっていう、で振動が伝わってくるんですね、すごい動くから。そうなんです。で最近はなんか3曲ぐらいフルで覚えたらしくて、3曲、前までは1曲しか踊れなかったんですけど、この間会った時に3曲フルで覚えたって言って、今度3曲もし同室になったら披露される予定なんで、ちょっとなるべく避けたい、同室なるべくちょっと避けたいかな、寝させてほしいかなスーパーシャーって言ってましたよ、スーパーシャーって。ココアさんはね面白いねやばいやばい、もうそろそろやん、皆さんもうコメントしてる場合じゃないんじゃない、そろそろ仕事の8時ってもなんか勝手にこう就業の時間なんじゃない。まだかまだかい、そろそろ終わらないとじゃない。頑張れ。大変やね。会社よりおきぽ、おー、よくないね、破産破産、気をつけて。では私も今日はフェス頑張るんで、皆さんもお仕事学校頑張ってください。すいませんね、朝からわざわざ見ていただいてありがとうございます。はじ、ありがとう。こちらこそ。では、ダチョウ読むか。そろそろ。終わるつもりですか？終わらせてください終わらせてください。男女読みたいと思います。13位ナマハゲさん、12位シュージーさん、11位デウスさん、デュースかな、10位クジのダイゴさん、9位バオバブさん、8位カズノリさん、7位エリオさん、6位ムシアトカさん、5位ジェリーさん、4位がペルさんでした。13位開幕の皆さんありがとうございました。そして3位コバチャさん、2位テリーピーさん、1位がエビオさんでした。最下位チームの皆さんありがとうございました。ありがとうございます、コメントしてくださった皆さんも。いってらっしゃいませ、行ってきます。寒さに負けず頑張って。いやー寒そうやね、絶対。皆さんも気をつけて。できます。じゃあ8時になったということで、皆さんお付き合いくださってありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。頑張ってね、終わります。